オードリーの二人は勇気を与えてくれる。ナイスミドルという芸名で活動を始めたオードリー。当時は若林がボケで春日がツッコミだった。芸名をオードリーにするもブレイクすることができず、9年もの間二人が日の目を浴びることはなかった。若林はテレビに出れない不満がたまりすぎたことから、車にひかれて死んでテレビに出てやると叫んで道路に寝っ転がったこともあったほど。同期芸人が続々と売れていく中で、オードリーの二人は同期の中で一番の落ちこぼれと言われた。それでも芸人を諦めなかった二人に転機が訪れる。ゴールデン番組の潜水競技企画に春日が選ばれたのだ。若林は春日に向かって頼んだと思いを託した。春日はその思いに応えるために限界まで潜水。しかし春日は気絶してしまい、結果は失格に。ただこの出来事をきっかけにオードリーは番組への出演が増え始め、春日は体力を生かした企画もの、若林はレベルの高いお笑いセンスを遺憾なく発揮して見事にブレイクを果たした。二人は2010年以降常にテレビ出演の上位ランキングに入っており、お茶の間に笑顔を届けている。だから